いやー、やっぱり、キャノンのね、シネマカメラ、使い方は全然違う。<laughs> さっぱりわかんない。はい、えー、で今ちょっと練習中なんですけれども、えー、今回のお話は、このシネマカメラ、EOS-C80 ではなくて、これちょっとまた別の動画でやるからね。はい、えー、どうも、うずです。えー、今回はこちら、えー、私が普段から愛用している、キャノンの望遠ズームレンズ。 RF 七十二百ミリの f 二点八 l is usm レンズに新しい仲間が加わります。まあなんかこれで新しい仲間でおかしいかもしれないんですけど、私この七十二百ミリ昔から愛用していて、ef レンズの時からも使ってるんですが、今 rf でねこの愛用してまして、で今回はまあ今の流行りというか流れというか、あの動画撮影、スチル撮影両方に対応できるあの z がね最後につくレンズが 発発売さされれることになって発表されました、まあこの情報もねリーク情報でズバリもう出ちゃってましたけどねカラーも2色展開までズバリ言われちゃってて何で情報漏れてんかなって感じですけどまあでも純粋に新しいレンズが加わるのはキヤノンユーザーとしては嬉しいことでしかもまあね私今シネ,シネマカメラで、ね、使ってるからこれに合わせてね送ってくれたら一緒にね利用できたんですけど、まあ、そうもいかないのかな。はいなんですけど、まあ、私が使ってるこの 以前からある RF の 7200F2.8 と何が違ったのか変わってきたのかっていうところを簡潔に言わせていただいてもうちょっと私の話もちょっとね加えてやっていきたいと思うのがこの動画なんですけれども今回新しく発表された 7200mm はあの以前から言っている私がね使っているものはこうズームリングを回すとレンズがねこう伸び縮みするんですよ。なのでえこれを収納時はね比較的コンパクトに持ち運びできるっていう特徴のあるレンズになってますコンパクトなんです。 で今回の新しく発表されたレンズはあの最初から筒の長さがちょっと長めでインナーズーム方式まあ、要はズームリングをまあズームをした時にこの筒の長さが変わんないっていう特徴があります。 でインナーズーム方式になって何が良くなるかというとこういったレンズだと伸び縮みするとレンズの重心っていうのがバランスが変わってくるんですよところがインナーズームでここの筒の長さが変わらなければその重心バランスというのが変わりにくくなってますのでそういうメリットがあるのとえプラス今回の Z のレンズはパワーズームアダプターっていうのを別売なんですが装着することができます購入してえそうするとあの、まあ、これも動画なんですけど撮影する時にやっぱり、えー、こうねグリップ持って、まあ、ジンバルつけて撮影する時にズームリング 利用するとカメラがブレてしまうんですねブレやすくなる絶対じゃないんですけどねなのでその時にパワーズームアダプターがあると指の操作だけでズームを自分が思うスピードで一定の速度で利用することができるんですねなので映像撮影をする方にとっては非常に強い心強いレンズになるわけです あと静止画で使うスチール撮影使うのにもすごく便利な部分としてえ私が愛用してるあの最初がねある 7200mm の RF のレンズだとエクステンダーっていうのはつけられないんですよでエクステンダーっていうのは何かっていうとレンズの間にねカメラとレンズの間につけるアダプターになってまして1.4倍2倍っていうまあズームを強くできるね望遠を強くできるアダプターというのがあるんですがそれが今までの私が使っているレンズでは利用はできないんです ところが今回の Z のレンズはそれを利用することもできますので、まあ要は 200mm を 400mm で使うことも可能っていうことですね。そのエクステンダーを利用すれば。はい。なのですごい羨ましく見てます。<laughs> 取り替えてほしい。<laughs> まあところが、まあ簡単に今取り替えてほしいって私言いましたけど、価格が違うんですね。今回の新しく発表されたレンズは約50万。まあ50万はいかないんですけど、キャノンのオンラインショップで見て、まあ50万円近い金額の料金に、金額になっております。 まあなのでまあやっぱりレンズ買うのに1本で50万で高いよって一般的には思うんですがお仕事でスチル撮影と映像両方ね今やってる方が多いと思うんですがそういった方はまあこのレンズはあっていいかなと思います。あの私まあこれがあるから加えてねレンズ追加するってなるとねそれだけのお仕事いただければ買いたいですけどまあほんとこの 7200mm の F2.8 型のレンズっていうのは一回購入すると本当に壊さない限りはずっと長く使えますメインの仕事で使えます。 私も今佐渡でね、スチール撮影の方なんですけど、ちょっと企業様に行って、いっぱい写真ね、40社、50社って、えー、撮ってるような仕事をしてるんですけど、まあ、やっぱメインで使ってるのはこのレンズですので、まああとストロボね。なので、そういった意味では仕事で使われる方だったら、50万円ぐらい、50万円ぐらいって出しちゃいなさいよ。じゃあ、お前が買えよ。聞こえるな、聞こえるよ。お父さんそんな余裕ないよ。<laughs> まあなんですけど、本当にその予算的にね、いける方は全然、今回の7 2 0 0ミリの、 z のレンズ、うん、あるとすごい仕事に使えると思います。まあ、その時には今話の途中で言ったね。パワーズームアダプターもぜひ一緒にご購入ください。そうしないとね。 一番いい美味しい使いし使方ができませんのでであとはまあサイトに書かれてますけど優れた光学性能によりズーム全域で高画質っていうのがありますがこれはもう本当キャノンの,その白レンズ L レンズはその描写性能応答ガスの性能あと堅牢性まあ信頼度ですねこの辺は本当に私は素晴らしいと思ってますので、えー、ぜひその辺りはもう文句なしで安心して使って頂ければと思います誰だ今レンズが大きくて重たいキャノンのレンズだって言った人は合ってるよ <laughs> キャノンのレンズぶってなぁ はい、えー。ということで、えー、今回はちょっとお遊び的にトークをしてみましたが、まあ内容はね、真面目に話してるんですけど、まあキャノンからね、続々新しいレンズが出てきてますので、またちょっとキャノンユーザーはいろんなレンズの選び方とかができていくと思いますが、えー、特に今はスチルと動画両方で両立できる、ね、レンズっていうのが増えてきてますので、そういったラインナップを注力しながら、えー、これからの、えー、キャノンのカメラ、レンズ選びをしていただければと思います。はい。えー、しっかり喋れたかな <laughs> わかんないけど、<laughs> はい普段からこんな形で、えー、カメラが好きなのでカメラの話をよくやる YouTube チャンネルなんですが、いろんなガジェットの紹介とか、あとはゲームも大好きなので、ゲームの感想動画なども上げております。えー、趣味興味がある方は高評価チャンネル登録していただけるとありがたいので、よろしくお願いいたします。えー、ではまた別の動画でバイバイで普段から動画見てる方は今回ウズさんキヤノンのカメラ EOS r6 とあのこちらのね。c80 が手元にあって何のカメラで撮ってるの？これってなるかもしれませんが。 はい、今回撮影で使ってるのは、ソニーの ZV-E10-2、あの、Vlog カメラの標準ズームキットで撮ってますえ。このカメラはソニーからの提供とかではなく、私が自分でレンタルしたカメラなので、まあ、自由に使わせていただいて、まあ、比較とかもいろいろやらせてもらってます。試してね。まあ、なんですけど、ちょっと今日お外でね、違うカメラとね、一緒に使う兼ね合いで、マニュアルフォーカスにしてたら、そのまま最初にね、テイク1撮っちゃって、今これテイク2で同じことを話してます。はい、えー、二度同じ動画を撮るというのが、 ちょっとねモチベーション下がっちゃうんで少しテンション上げて撮影してみました <laughs> よし今回は大東ガスちゃんと動いてたよね動いてたよね